はい、こんにちは。2020年9月6日、めぐみでございます。お知らせがございます。私、今年、大学受験をしようと思っております。はい。社会人入試制度というのを利用して、もう一度学問をやりたいなと思っているので、大学を受験しようと思っております。結果は2ヶ月後に出ます。まあ、見てくれてる人は大体の人は知ってるんですよ。最近その話題ばっかりですから。だけれども、まあ、私、LINE だったり、ラジオだったり、いろんなところでやっていて、その話ばっかりになってきちゃったんです、最近。で、そういう統一感を取るには、この、私のホームである YouTube で、しっかりと意思表示をしておかないと、ね、あちこちやってるから、わかんないっていうところがあると思うので、ここで意思表示をしてしまおうと思います。本当だったら、結果が出て、どっちかっていう時に、皆さんにご報告しようと思っていたんですけれども、もう頭の中がね、そればっかりになってきてしまっているので、現在ね、ここで、やるぞという意思表示をさせていただきます。まあ、受かるかどうかは、2ヶ月後に結果発表が出ます。で、何やるのというところでございますが、当然ながら、フランス語をね、やりたいんですよ、私は。フランス語をやりたい。これ去年11月ね、パリゲームウィークに仕事で行った時にね、空き時間で買ってきた、ブルームイントゥーユーということで、いやー、君のフランス語版でございますけれども、これを現地で買って読んで、で、現地でね、日本語のアニメのフランス語吹き替えを見て、なんと美しい言語だと思って、これは私マスターしたい、喋ってみたい、聞き取ってみたいっていうところからスタートして、まあ、独学でずっとやってきたわけですよ。これね、ソードアートオンラインのフランス語版吹き替え。で、こっちが、男女に出会いを求めるのは間違ってるかの、フランス語吹き替え。で、こういうね、初歩的なテキストみたいなのもいっぱい買ってやってたんですけど、まあ、自由陣営にかかったりとか、いろいろ事故ったりもしまして、まあ、なかなかうまくいかないですよ。で、私自身が今まで、ほとんどね、人生独学でやってきた人間なんで、プログラムだって私覚えつくめるけど、それは全部独学で、まあ当時ね、そもそも独学以外の方法なかったんで、やってきたんですけれども、おそらく語学に対する適性がない。だから、うまく進まないんですよ。で、その時にふと思ったのが、まあ私、幸いなことに周りの人間で、多言語喋る人いっぱいいるんですよ。で、まあ代表的なね、最も、我が盟友とも言うべき、レネさんは、もう、私よりも日本語理解してるっていうぐらい、日本語、オーストリア人のレネさんですけど、喋るわけですよ。だから彼は、オーストリアだからドイツ語、日本語、英語なんですけれども、みんな周りの人に聞くと1個目突破したのは何ですかっていうと、みんな大学ってんだよね。一人の例外もないです、全員。だからその選択肢が一番、最適化されているのかなと思って、そこに突き進んでいこうかなと思っております。独学でどうにもならん、これはどうにもなりません。私はね、もちろんそこに適性を持っている人は突破できるのだかもしれませんけど、私はできなかったということで、大学行こうと思っております。で、今、6月ぐらいからですかね、ずっとそれの、勉強してまして、いよいよ、今月の終わり、来月かな、あと1ヶ月後ですね、要は。出願して、1ヶ月後に試験があって、それで、合否が出るという形になっております。これで動画にしなかったんで、統一感がね、結構バラバラになっちゃってたんですけど、ずっとやってきました。なので、逆に言うとね、今フランス語止めてるんですよ。これ本当はこれをやるのが目的なんですけれども、その大学に入るっていうチケットを取るために、そっちの方に対策を練っていて、今止めてるんですけれども、必死にやっております。で、まあね、皆さんからしたら、どうせすぐやめんでしょとか、辛くなってぐだぐだ言うんでしょって思うかもしれませんが、もしちゃんといけるんであれば、絶対にやめません。はい。それは、フランス語どうこうではなく、やめません。私は年齢公表してませんが、まあ17歳設定ですけど、一応ね、エヴァンゲリオンをリアルタイムで見ていた世代でございます。はい。あとは自分でね、考察してください。なので、まあ、周りがね、やっぱり、同じように言うんだよね、勉強したいとか、勉強ってよかったよねって言うんだけど、誰も突撃しないんで、私が突撃するというところで、もしこれでちゃんとやったら、まあ、誰かね、あいつでできるんだったら私もやってみようっていう人も出てくるかもしれないし、
そういうところでやっていこうかなと思います。で、皆さん心配されるのが、今までのこういう活動どうなのっていうところですけど、全く関係ないです。全く関係ないです。私の実働時間なんてね、大学生がアルバイトして、働いてるよりはるかに少ないので、だから私がやってることって、もう完全頭脳労働じゃん。だから、しかも過去の蓄積の上に成り立っている頭脳労働なので、新しい知識をアップデートしていくだけで、あとは喋るだけなんで、で、私も編集もしない、サムネイルも作らないっていう徹底した、ね、最適化をかけてきてるんで、もう本当に実働時間少ないんで、今まで通り、こっちはやります。なぜならこれもね、言っておりますが、私は、神様にね、ずっとね、私は泣いてる人を笑顔にしたい。悲しんでる人を笑わせるっていうか、まあ、笑顔にしたいっていうのをお祈りしてきたわけですよ。で、私はあなたの平和の道具と使ってほしいっていうことをずっとお祈りしてました。私には何もないので、あなたの光で照らしてくださいってずっとお祈りしました。その結果、ここに座った。だから、これは私、神から与えられたミッションだと思ってますので、自分からこの席を降りることはしません。神様がもういいよっていうまでは、この席は絶対に降りませんので、ご安心して今まで通り、大丈夫です。ただ、トークにね、こんなことあったよっていう。ジビエ、今日本で流行っているジビエ、これフランス語なんですよね。だったりエクレア、これもフランス語だったりするんですよ。で、エクレアの語源なんて面白くて、フランス語でなんでエクレアっていうかっていうと、そのエクレア自体は雷、稲妻なんですよっていう意味なのね。じゃあ食べ物のエクレアなんであれっていうと、表面がバリバリバリって稲妻のように走ってるじゃないですか。だからエクレアっていう名前がついたっていう。これも例えば学校に習ったとして、今日こんなに面白いことになったんだよっていうトークは加わると思いますが、それ以外はテクノロジーだったりサブカルチャーっていうのは何も変わらずやっていきます。だって私がさ、フランス語独学でやってた教材がそもそもこれだからねこれだからね、日本語のセリフを全部記憶してるから、フランス語の記憶、セリフを全部記憶すればいけるんじゃないって思ったんだけど、まあむずいね。うん、とにかく現地でこれを買ったのが人生の大きなきっかけですね。もう1ページ目でやられましたね。2ページ目でやられましたね。3ページ目でやられましたね。まあ、まあ、私もさ、海外いっぱい行ってますよね。で、生放送や動画つけてますので分かると思いますが、私の英語めちゃくちゃなんですよ。めちゃくちゃ。だけど、聞き取れてるし、喋れてるんですよ。めちゃくちゃだけどね。要するに意思疎通が取れれば、私はそれでいいと思ってるのね。だけれども、今までだから、言語っていうものをツールとしてしか見てこなかったんですよ。使えればいいっていうこと。だけれども、フランス語に関しては、もうとにかく美しい。まあ、言い方を変えると、フランス語に恋をしてしまったと。はい、いうことなので、これ、扱えるようになりたいんですよ。ツールではなく、ものにしたいんですよ。というところで、今頑張っておるところでございます。まあ、どうなるかは全くわかりませんが、マタイによる福音、7章7節、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。なので、頑張っている次第で、ございますよ、私は。もう本当猛烈にね、今ね、これをね、やってるんですよ。マタイによる福音6章を、31節。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが、皆、あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆加えて与えられる。だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。今日の苦労は今日だけで十分だ。ということで、私はもう、カトリック、クリスチャンなので、これを信じて、もうぶったたきます。開けて、探しました。で、道を見つけました。門を叩いてるんです、今。ただ、開かれ。そしたら、求めなさい。与えられる。と思ってます。だけれども、まあ今私不安いっぱいで、もうどうしようもなくて、ラジオだったり、いろんなところで、リンクする話題ばっかりしてるから、統一感を取るために、やっぱここで意思表示するということですね。まあ2ヶ月後ダメだったら、それもまた、それで、しょうがないことなので、
今はもうね、やる前から負けることを思うやつがいるかっていうところでね、最初からもう私、育成で決めてますから、だから4年やめませんとかね、4年っていうか、まあ8年かかってでも絶対ね、見せますから、あいつやりやがったっていうのを見せますからね、もう完全にやる気満々なんで、もう選択肢はないんで、はい。だからまあ、理由はさっきも言った通り、周りにいる多言語喋る人たちがみんな大学が1個目の突破口だったっていうところと、あともう1個、単純に私がクリスチャンっていうところですね、そこは大きい、もうでかいというか、そこは一番です。はい、それ以外のものは特にないですね。というところで、ずっと頑張ってきておりました。そもそもで、去年の11月ね、パリから帰ってきてからずっとここまでやってたんですけど、ダメだね、向いてないんだろうね。最初はね、そこそこ行ったんだよ、パーッと。で、あれ、これ、私、来年、パリ、ゲームウィーク行ったら、結構行けんじゃねって錯覚するんですよ。だけど、壁がいくつかあって、1個超えても、もっと高い壁、もっと高い壁、もっと高い壁出てきて、そういった私が今までプログラムとか、コンピューター関係だったり、いろんなことやってきましたけど、そういうのってあんまり感じてこなかったのね。OS 組もうって思ったら、パーッと行っちゃうし、で、ドライバー組もうって言ったら、パーッと行って、できたんで、こういうつまずきっていうのは私の中になかったんで、おそらく適正がないですよ、本当に。なので、今は一人でやるのではなく先生が欲しい、攻略本が欲しいんです。ファミ通の攻略本が同じゲームを同時にスタートしてもね、攻略本持ってるやつと持ってないやつだったら持ってる方が当然先にクリアするじゃないですか。しかも隠しアイテムとかまで取ってるわけですよ。だから攻略本が必要。これも絶対です。なので、まあね、これは頑張るしかないというところで。まあ、今、頑張るって単語使いましたけど、受かってしまえば頑張らないです。なぜかというと、楽しいことやるのに、私、頑張るってことは当てはまんないと思うんですよ。で、子供たちがさ、ニンテンドースイッチさ、もう、必死になってやってんじゃん。夢中になってやってんじゃん。あれ私頑張ってるっていう言葉当てはまんないと思ってるんですよ。それと同じように好きなことをやることって別に頑張るって言葉当てはまんないですよ。だけど今私フランス語やりたいんだけど、受験勉強してますから、若干やりたくない。フランス語本当はやりたいんだよ。だから、ちょっと底を上げない、頑張ってます。努力します。なんだけどね。で、今ね、オープンキャンパスとか積極的に出てるんですよ。だけど、正直出る必要はないのね。私もそこ一個しか受けませんので、見たところで、こういうところなんだっていうのは、全くもう無意味な情報なんですけれども、ゲームというのは、戦う前に勝負が決まるんですよ。だから、情報量の差ですね。これはビジネスも一緒です。知ってるか知ってないか、ただこれだけで結果が大きく変動します。なので、今、情報というものを誰よりも手に入れるっていうのが、まあ、これはもう鉄則なんですよ。なので、やっております。まあ、今まで通り、ね、6月ぐらいからこれやってますけど、今まで通り動画も上がってたでしょ。だから、大丈夫ですよ。ガジェットとかも買って、新作ガジェットとかってやってたでしょ。安心していただければ。第2、ちょっと更新頻度減ったりとか、なんか見れなくなっちゃうのとかっていうのは全くないので、それはこのままやっていきますので。逆に言うと、より、私が、来年とか再来年とかになってね、いや今日ね、こんなマジでね、あったんだよ、とかっていうね。そういうことは楽しそうに話してる私を想像していただいて、うん。やりきります。はい。はい。そして何年後かに、フランスに行った時にね、ベラベラ私がフランス語を楽しそうに会話してた。いや、ここにね、独学の時いっぱいあったんですよ。ペイパルじゃなくて、なんだっけ、ペンパルみたいな、昔からあるやつあんじゃん。日本語を学びたいフランス人と仲良くなったりしてやったり、フランス人が集まるオタクカルチャー、サブカルチャーっていうコミュニティに入ってみたりとか、散々やったんですけど、今までの人生で独学以外で進まないっていうのがね、結構私の中で、こんなにも私ってポンコツだったかって。本当に私ってこの限られた狭い場所でしか活躍できなくて、
で、今までは狭い活躍できる場に興味が全て凝縮されてたから良かったんだけど、今回は適性のない違うところのことをやりたがっちゃってるから、今日は苦戦したいですよ。なので、まあ、ほとんどの方はね、知ってると思うんですけれども、統一感として私の中で、このね、私のホーム、メインである YouTube というところで、今年大学受験やりますよ、ということを表明しておきます。だから結構何ヶ月か前見ると、揺れ動いてる風に言ってたりもするんで、本当にやろうかなとか、まあもちろんスタートからすると行ってみようかなって思ってるんだよねっていうところからスタートしてるんで、で徐々に徐々にこう来て、残り出願まで1ヶ月。私は出撃、ガンダム出撃まであと1ヶ月しかない。っていうので、もう意志は固まっていて、で、突破できたら必ず、もう、絶対やりきる。ここまで言っといてさ、で、ぶっ倒れたらもう何もあれなんですけど、もうだって私さ、受かったらさ、その日からウォーキングしようと思ってるからね。この何十年医者にね、1日3分5分でいいからウォーキングとかしてくださいよってできなかった人間がそこまでやろうとしてるんですから、もうね、すごい、何が私をここまで突き動かしてるのか。まあ肉体のね、やっぱ体力の衰えっていうのはありますけど、脳みその衰えは私全く感じないんですよ。この年でも全く感じないです。逆に言うと経験値得てきてる分、覚えやすかったりっていう部分がたくさんあって、逆にパワーアップしてるぐらいの感覚なので、全く問題なくやるつもりでございます。はい、受かったら大学の真横に引っ越しますので、ここのお部屋もおさらばになります。はい、通勤時間っていうのは全く通学時間では全くない方が圧倒的なの で体力が、私は体力が落ちると人間スペックガクッと下がるんですよ。だからイベントとかって いくら金がかかろうがタクシーで行ったんですよ。私という商品が納品された時ボロボロになってたら意味がないからね。ちゃんと梱包された状態で届けなきゃいけないから、だからタクシーで行ったんですけど、ここに私は表明いたします。今年、社会人入試制度を利用して大学入試をチャレンジします。成功させます。はい。みんな、必要なものは神は分かっている。与えてくれる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。これは私が洗礼を受けた教会の一番言っている言葉ですね。でその先に聖書の引用ではないですけど、うちの教会が言ってるのは、教会の門は決して重くないですよと、叩けば開きます、まあ、それは教会ですけどね。なのでまた、と言って私の母体がもう全て、私の血肉は全て神様なのでね、私を作ったのは神様なので、私神の被造物なのでね、ということで、もうこれダメ、私では無理。でもちなみにね、この中で一番ね、役に立った教材はこれですね。断末。これは役に立った。SAO よりもう全然断末だった。でね、フランス語吹き替えのね、アニメーションがね、そんなにやっぱ、まあ、もちろん古いのとか探せば出てくるんだけど、最新のものって考えると、字幕はあるんだけど、吹き替えっていうのが手に入らないんじゃなくて、そもそもなかったりするんで。だって私もう断末に関しては日本語で聞くよりフランス語で聞いた方がしっくりくるんですよ。もう特にこのヘスティア様の声優さん、もう全然私の場合ですよ、フランス語で喋ってくれた方がヘスティアなんですよ。不思議なもんで。全てのきっかけはこちらでございます。はい、まあこれをね、買っているシーンっていうのも残っているんですよ。でね、ホテル持って帰って、私は生放送つけて、リスナーを放置してね、1時間ぐらい黙ーってひたすら読み出したっていうね。おい、喋るよみたいな。あ、ごめん。ちょっと、夢中になったわ。要は、私もこれさ、中身全部、完全記憶モードっていう、私謎のほら、持ってんじゃん。だからさ、完全記憶モードしてるからさ、読めるんだよ。読めないけど読めるんだよ。これですよ。
自分で買ってきたものですからね。これはあのフランスのアマゾンから買いましたけど、これは自らの手で買ってきた。ということで、皆さん、ぜひ応援してください。応援しろ。いいじゃない、一人ぐらいさ、こうなんか爆心するね、ひたすらもうさ、いい人間っていうのは、目ん玉っていうのは前にしかついてないからね。後ろは見れないんだよ。ね。過去を変えずに結果を変えろ。それがシュタインズゲートに入る条件だよ。健闘を祈る。エルプサイコングルー。ではまたお会いしましょう。頑張ります。バイバイ。またちょくちょく報告しますね。